こんにちはプランツカウンセリングヒーラーの雅子ですいつもご視聴いただき誠にありがとうございますバラと新緑の季節5月はいかがお過ごしでしょうか先日の母の日にえ素敵な花束をいただきましたこちらは娘たちのお友達のご主人が作られた作品でとても素敵な国鳥ダリアが入っていたので今日はこのダリアについてお伝えしたいと思います ダリアは夏から秋にかけて開花する存在感と迫力抜群の菊花の多年草です。旧根植物で原種はメキシコからグアテマラにかけて15種類が分布しています。15世紀頃のアステカ帝国、現在のメキシコで神聖な花として栽培されていました。古くから高原地帯に自生していたダリアがメキシコの国家とされます。 茎がストローのように筒状になっていることからアコクトリ水笛と呼ばれていましたメキシコの最も尊敬されている大統領ベニート・ファーレス氏を称える意味を持つ2種のダリアもあるそうですダリアの名前はスウェーデンの植物園園長のアンデシュ・ダール氏の名前にちなみます 球根は4月頃に植え付けて7月から10月頃まで次々と花を咲かせていきますヨーロッパにおける栽培が始まったのは1789年にスペインのマドリード植物園に移送されたのが始まりです美しい花姿に誰もが夢中になり世界中で品種改良がなされました園芸品種は3万種と言われています一絵咲きや八重咲き ポポンポン咲きなど咲き方のバリエーションも豊富で世界中で愛されているダリアなので世界各国にダリア協会がありますアメリカダリアソサイエティが花の形や大きさなどで16種類に細かく分類した分類が分かりやすく日本国内でも用いられているようですダリアは園芸品種としても人気ですが深さのたっぷりある鉢で日当たりの良い場所で育てます。 花が咲いてからはしっかり肥料を与えることで、次々と花を咲かせることができます。培養土か赤玉土に腐葉土を半量ほどブレンドした土がおすすめです。表面の土が乾いたら、たっぷりと水やりをします。球根で育てるのが一般的ですが、花からも種が取れ、種からも栽培することが可能です。種は1週間くらいで発芽し、その年の夏から、 秋にかけて花が咲き、花後に茎が枯れるまで育てると球根も取れます。種も市販されているので、種からのダリア栽培にチャレンジすることもできます。ダリアは日本には江戸時代末期にオランダから持ち込まれ、明治から大正にかけて盛んに栽培されました。花姿がボタンに似ており、和名は天竺ボタンと名付けられています。 昔は外国から輸入された花の名前には「天竺をよくつけたそうです1970年年頃にはダリアの人気が国内では急速に衰え日本ダリア会の活動も休止状態でしたが1990年に発表されたこちらの黒いダリア国鳥でダリア人気が復活しました。国ダリアは 黒みがかった赤紫色のビロードのような花びらをしたダリアでブラックダリアとも呼ばれています。規則正しく重なり合う花びらが美しく上品な色合いからダリアの中でも非常に人気の高い品種です。雨にはその美しさに磨きがかかり花びらで輝く水滴がさらにダリアの美しさを引き出すとも言われています。 黒鳥ダリアの独特の深い花色とベルベット調の艶やかな花びらの質感に魅了される人は多く国鳥にはその姿にふさわしい優雅威厳華麗感謝の花言葉が付けられています優雅はダリアに共通する花言葉です優しくみやびやかという意味ですが上品さと柔らかさを備えたダリアのイメージとよく合います力強さ 黒は力強さを感じさせます。すべてを乗りつぶす圧倒的な濃さとも感じられ、エネルギッシュ、パワフルなどと実行力のある強さです。勇敢さ、力強さは勇敢さを支えます。勇敢さに必要なのは、信念を貫く勇気と、実際にそれを成し遂げる力強さです。威厳、黒はまた威厳を表す色です。 不動のイメージで根強いものは威厳のもとになります。また、こちらの赤紫を取り入れる効果としては、紫の心のバランスを取るという効果の上に、赤の行動力を得るというものもあります。紫の季節の赤を加えたものが赤紫になります。闇雲に行動するのではなく、自分の価値を認識した上で、 最適な行動をしたいという欲求を増幅させます創造性を信頼し現実に実行する力を高めるときに用いられます花や色にはそれぞれさまざまな美しいエネルギーがあります気になる花を育ててみたりお部屋に飾るのもいいですし気になる色のポーチやハンカチをバッグに入れて出かけられるのも気分が上がります今回のこの美しい お花をいただいて感じた母の日の感謝と将来を担う若者たちへのエールをブログに書いています概要欄に貼っておきますのでよろしければそちらもお楽しみいただけると嬉しいです皆様に力強い国長ダリアの華麗な強さが届きますようにお祈りいたしますこの動画では人生百年時代に健康長寿で自己実現し続けるために 植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは、今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。